これは。ビル、こんなサプライズもある。アナザーは壊れちゃったの？ああ、こうなるように設計していたんだ。いざという時のためにね。ママの残したアナザーが悪用されるくらいならこの方がいいんだ。パパ、ビルと話をつけてくる。アシュエ、君はここで待ってて。絶対に嫌だ。私も一緒に行く。危なくたって構わないよ。もう待ってるのは嫌なんだ。アシュレイ、分かった、一緒に行こう。ディ、ありがとう。どうしたの？ディと一緒じゃなかったら私ここまで来れなかった。それにきっとパパも助けられなかったと思う。だからありがとう。これからビルと話してジェシカを助けたら、今度こそ D の記憶を取り戻さなきゃね。D が全部思い出すまで私どこまでも一緒だから。ねえパパ。あ、ごめん、何？いや、君からどうぞ。うん、ビルとはこの島でずっと一緒に研究してたんだよね。ああ。友達だったの？そうだよ。なのに、なんでこんなことになってしまったの？私にもわからない。だからこそ彼に会って、向かい合って、直接話さなきゃいけないんだ。ねえ、パパの方は、さっき何言いかけてたの？あ、いや、聞きたかったのは、その、エレベーターに乗る前、君が、誰かと話していたような気がして。ただの独り言。そうか、独り言か。暗くてなんだか怖い。アシュ、足元に気をつけて。ビルはこの先にいるはずだ。
アシュレイ、先に行ってビルの様子を見てくる。ここで待っていてくれ。出したんだ。僕ここに来たことがある。この洞窟に？うん。僕は中庭を通り抜けてこの洞窟まで逃げてきた。逃げてきた？誰から？それは。トーマス、なぜだ？なぜ分かってくれない？どうしても金がいるんだ、あの子のために。遺言状をすり替えてくれないならこうするしかない。やめろ、トーマス！ダニエル、見たのか？走り続けたんだ。ビル、やってくれたな、リチャード。11年もかけてようやく完成したアナザーを破壊してくれるとは、一体どういうつもりだ？君こそどういうつもりだ？アナザーのデータをどこに送った？いつから気づいてたんだ？俺がアナザーのデータを売ろうとしていたこと。君に完成の予定を知らせた時だ。あの時から君の様子はおかしかった。それであんな小細工をしたというわけか。アナザーキーを隠し、ダスにあんな機能をつけてアシュレイに送ったりと。ビル、心配はしていたが最後まで君を信じていたんだ。いや、信じていたかった。君は小夜子と私が生み出したアナザーの一番の理解者だと。また小夜子か。お前の青臭い理想論にはもううんざりだ。次は本気だ、リチャード。ビル、
私にはどうしても君が金のためにアナザーを悪用するために協力してくれたとは思えない。話してくれ、君の本当の心の内を。リチャード、話したところでお前には分かるはずもない。俺が抱える葛藤も宿命も、そしてサヨコへも。パパ、アシュレイ、戻れ。いいところに来たアシュレイ。これから面白いものを見せてあげよう。やめろ。さよならだ、アシュレイ。こんなことをして何になるんだ。そうだ、私見たんだ、クローゼットの中から。全部思い出した、あの夜ママを撃ったのはビル、あなただ。まさかアシュレイ、お前があの時のことを覚えていたとは。ビル、お前だったのか。そうだ。どうしてサヨコを、なぜサヨコを殺したんだ。サヨコが俺たちを裏切ったからだ。どういう意味だ。サヨコ、君を裏切った。リチャード、知らなかったのか。サヨコは俺たちの仲間だった。え？アナザーは当初から研究所の中で秘密裏に進んでいたプロジェクトだ。俺とサヨコは所長から選ばれたその推進メンバーで、お前は俺たちに選ばれたただの研究員だった。何も知らなかった。しかしプロジェクトがようやくうまくいきそうになった時、サヨコは俺たちを裏切って、リチャード、お前と一緒にアナザーの論文を封印し自宅に隠し込んだ。あの夜、俺はサヨコに最後の通告をした。サヨコ、論文を渡せ、そして俺たちの元へ戻れと。でもサヨコはお前を選び、俺の希望を拒否した。さらばだアシュレイ、君との親子ごっこは楽しかった。アシュレイ、やめて。もうやめて。誰だお前は。撃っちゃダメだよ、これ以上誰も死なせないで。誰だお前は。お前は
ビル。リチャード。ビル、手を離すな。どうしてこんなことに。パパ。パパ。大丈夫？私のことなら心配いらない。でもパパ、悲しい目をしてる。11年前、サヨコの葬儀の後、私は偶然見た。ビルが一人で白い花束を抱え、サヨコの墓に立っていたところ、その時の彼の横顔があまりに深い悲しみに満ちていたから、私は彼に声をかけることができなかった。もしかしてパパはビルが犯人かもって思ってたの？いや、彼がサヨコを殺したなんてことは一度も思ったことはない。パパ、これからどうするの？ビルが何をしたか確かめなくては。ビルはあそこの PC からデータを送っていたようだな。よし、これで屋敷に戻れる。アシレ、ジェシカを助けに。だ、大丈夫か？うん、少し気が抜けただけ。そうだな。アシレ、少し休んでいなさい。うん、でもパパは？ジェシカを連れてくるよ。みんなで一緒に帰ろう。打たせたくなかったんだ。この島で悲しいことが起きるのはもうたくさんだった。僕、思い出した。君のパパの手を見て、僕が死んだ時のことを。あの時、ヘンリーおじさんから逃げてここまでやってきた。でもおじさんに追いつかれて、
ミエル、走るんだ。走ると、お前の心臓は。でも、僕はおじさんが怖くて崖の端まで逃げて、そして崖の上で立ち止まったら。ダニエル、危ない。こっちに来るんだ。アシュレイ、思い出した。僕が最後に見たのは、僕を助けるために差し出したヘンリーおじさんの手だったんだ。これは？あれ？ん？この手帳、ビルのもの？何か挟まってる？写真だ。ねえ、この男の子、もしかしてビル？じゃあこの女の人がビルのお母さんかな。アシュレイ、その人きっとフラニーだ。ビルはフラニーの子供だったんだ。ティー、ビルがフラニーの子供だったって知ってたの？初めてゲストルームでビルを見たとき思ったんだ。あの人の瞳はフラニーにとてもよく似てた。アシュレイ、
大丈夫か？心配ないわ。疲れたのよ、この子。きっといろんなことがありすぎて。そうか。ビルはどうしてこんなことになってしまったの？リチャード、私の知ってたビルは希望に満ちて困難から逃げない人だった。ああ、その通りだ。でも久しぶりに会った彼は何かに怒り、何かに苛立っていた。いつからビルはああなってしまったのかしら。わからない。苦しいの、アシュレ？少し空気のいいところにアシュレを連れて行こう。その先に海岸に続く洞窟の出口がある。アシュレイ、ヘンリーおじさんはこの入り江の絵を描いたんだ。お疲れさん。船長、船着き場にいないもんだから探しちまったぞ。少し心配したが、まあ無事でよかった。はい、親父さんにも会えたみたいだな。よかったよかった。うん、でもどうした、少し疲れたか？ちょっとね。たまにはしんどいこともあるさ、生きていると。でもみんなそうやってちょっとずつ大人になっていく。どうした？船長、私ね、話したいこといっぱいあるんだ。聞いたらきっと驚くよ。そうかい。うん。ところで、ジョーちゃん、隣にいるのは誰だ？友達か？船長、リーが見えるの？おーや、友達を驚かせちまったか。リー、ここにいたんだ。アシュレイ、驚いたね。船長にもディーが見えたなんて。うん、
大人でも僕が見える人がいたんだ。ねえアシュレイ。何ディ？僕、君と一緒に過ごせて楽しかった。楽しかった？君と一緒にいたから、僕は生きてた時のことを全部思い出せた。ありがとう、アシュレイ。ありがとう。君に会えてよかった。どうしたの、ディ？なんだか変だよ。ねえ、ディ。僕の手に触れて。アシュレイ、僕が見えるの？ゴーストと友達になるなんて、そんなすごいことはあるんだ。僕はなくしてしまった自分の記憶を蘇らせたい。ティ、本当はね、私少し怖いんだ。大丈夫だよ、アシュレイ。真実を知ることは悲しいこともあるけれど、怖いことじゃない。Dが全部思い出すまで、私どこまでも一緒だから。アシュレイ、よかったね。君はもう一人じゃない。アシュレイ、僕は全てを思い出したから、これできっと天国に行ける。ティアシュレイ。ティ私の本当の気持ち知ってたのはティだけだ。うん、アシュレイ、さようなら。ディ。はあ、父さん。に行ったんだね。ティ、ありがとう。そして、さようなら。なあ。うん。それじゃあ。船を出すぞ。アシュレ、そろそろ行こう。見て、パパ。
ても綺麗な月だ。アシュレイ、私は夜になると時々この入り江にやってきて、あの青い月を眺めて君と小夜子のことを思った。パパ。アシュレイ、君のミドルネームの水木という名前はママの生まれた日本の言葉で美しい月という意味があるんだよ。美しい月、綺麗な名前だね。ああそうだろう。ママがつけた素敵な名前だ。アシュレイ、何？誕生日おめでとう。これは小夜子の形見だよ。君に持っていてほしいんだ。ありがとう。パパの手、あったかいね。そうかい？ねえ、パパ。いろんなことがあったけど、いろんな気持ちになったけど、私、今日のこと、きっと忘れない。この島で過ごした13歳最後の一日を。Thank you.